はい、皆さんこんにちは。ゲームを始めようと思ったらセーブデータが壊れていますと表示されて死ぬほど焦った達也です。いやー、よかった壊れてなくて。壊れましたっていう表示をですね、僕のツイッターに写真撮ってあげてるので、よかったらチャンネルの概要欄から飛んでみてください。ということで続きからやりたいなと思います。で、前回レベルがね、ちょっと40だったんですけど2上げました。うん。で、あとね、コメント欄でこのバトルイコライザーってあげてますって質問があって、まあ、正直存在忘れてたんですね。なので、ちょっと上げてきました。まあ、これバトルイコライザー?うん。まあ、何かっていうと、まあ、こんな感じでその、モンスターの種族ごとにダメージ量を増やす調整をできたりとか、あとドロップの導きでどういったドロップを多めに、取るようにするのかとか、例えばこれだと経験値アップ、何ですかね。僕の、わかります？ちょっと何言ってるかわかんないけど。今、これとこれだったら、成長と富で、僕成長の方に寄せてるんですね。なので今、獲得経験値プラス1と。で、発掘と力だったら、僕は発掘の方に、あ、力か。力の方に、ん？発掘だね。え？どっちかわかんない。高品質ドロップ率アップの方に比重を乗せてます。で、成長と発掘だったら、まあ、レア素材ドロップ率。まあ、こんな感じで、ちょっと調整できるんですよ。うん。で、あとはアクションの極意とか、うん。バトルメンバー全員の身体能力をアップさせることができますよということで、まあ、とりあえずは MP 回復量と遠隔チャージと強攻撃の威力アップってのを上げました。あとはもう属性の耐性なんですけど、この辺がちょっとよくわかんなかったので、まあ、バトルポイントも余ってるし、どうしよっかな、なんか。あ、これ今できないのか。っていうね、調整をやってました。ということで、じゃあ続きやるか。もうこの右上の魔導ステッキ開発ルームに飛べばいいんだね。Hey, ワイバーン。いやー、でもレベル2上げたぐらいじゃ強くなんないよなー。よいしょ、よいしょ。それにしてもマジセーブデータが消えましたって表示された時、なんか変な汗かきましたね。What's? みたいな。え、俺のゲーム実況終わりみたいな。ここまで戻すのにどれだけの時間かかるんだろうとか、いろいろ考えました。じゃあこの先進もっと。あ、こっち階段か。で、メモリスだよね。あ、光ってる光ってる。これこれ。メモリス XG038。お、じゃあまたムービー見れるのかな。いやー、順当だね。これで3つ目のメモリスだね。よし。さあ、再生してみるわよ。どうなる、どうなる。おー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 おお。ついに完成したぞ。おー、魔導ステッキの完成だ。これがあれば誰だって魔法使いになる。へー、魔導ステッキがこの世界を変えるんだ。なんか科学者が魔法を使いになるための道具を使うってなんかいいな。語彙力ないけどなんかいいな。みんなのおかげだよ。みんながいたからこそこの魔導ステッキを完成させることができたんだ。うん、みんなありがとう。この時はまだまともだな。髪型は変だけど髪型は変だけどまだまともだな。私も含め社員みんなとムサカの心が通じ合っていたはずなのに、うん、どうしてこんなことになってしまったのかしら。これはあと一つのメモリスを見つければ答えがわかるのかな。ああ、ムサカ、現在の髪型が変なバージョンのムサカですね。はい。プレジデント、大変です。魔導融合炉が原因不明の爆発を。爆発？なんだって？それが爆発で怪我人が多数出ており、その救助と手当てで手一杯の状況でして。そんな情報はどうでもいい。魔導融合炉は無事なのか？いや、怪我人心配しろよ。はい。爆発はあくまで小規模ですので、開発自体を続けることは可能かと。ならば問題ない。作業メンバーならば代わりはいくらでもいるからだ。とんでもねえな。
世のブラック企業経営者が霞むほどのドブラックぶり。とにかく今は魔導融合炉を安定させることが最優先だ。至急作業メンバーをかき集めて作業に当たらせろ。すげえな、よくみんなもついてくるな。ついてきてもないんだろうけどな。でも起きてるけど。ね、これで残るメモリスはあと1個だよね。ええ、バッチリ反応がキャッチできたわ。ここよりさらに上層の生産ライン、ああ上に行くんだね。うん、よし。じゃあムサカがなんであんなクソ野郎になってしまったのかの元凶を探らないとな。中田からも取り忘れてた。あ、金運アップの首飾り、あいいじゃんいいじゃん。こういうのはね地味に大事なんですよね。うん、てかなんか魔法防御力めちゃくちゃ上がるのかな。これかなりのレアじゃない？これめっちゃ強いじゃん。へえ、これなんかめちゃくちゃレアアイテムな気がする。60いくつも魔法防御力上げるのはチートだよ。またなんか俺の IQ を試すような仕掛けがあったりしそう。あ、ちなみに前回の動画で取り損ねたフニャ地蔵は取りに行きました。で、無事ちゃんと持ってたので取れました。で、パーティーなんですけど、この火種のチャッカーってのがいたので、うん、手に入れて、この小悪魔のフネラーレ、うん、とどちらもレベル10にしました。なんかね、この閃光っていうのと、まあ、クラビティっていうのが強いらしいので、まあ、この2体、この2つのスキルを持ってるキャラクターがいたら、積極的に上げていきたいなと思います。てか、こいつらもちょっとレベル上げればよかったな。素材いっぱいあるし。じゃあ、ここも攻略するか。じゃあ、まずは、この、なんだっけ、あれに力を注ぐための元栓がどこかにあるはずなんだけど。お、宝箱。楽譜。まあ楽譜はね、集めてもエスタバニアの音楽奏でるなんか劇場みたいなところで音楽鳴らすだけなので本当にただのコレクション要素なんだとは思うけど、まずどこ行けばいいんだっけ。あ、この先でいいのか。え、合ってる、この先で。合ってない。上だった。こっちや。あっちゃー、そっか。この扉が一番めんどく、前回もまあまあめんどくさかったよ。面倒というのは、この先は未発表の製品を作っていることが多いから、これまでよりももう一手間かかるセキュリティになってるの。人の蝶みたいなランプが、人の蝶が入ってる。あれ、扉の上に3つのランプがあるでしょ。あのランプを全部つけないとロックが解除されないのよ。ほう、ランプを点灯させるにはこのフロアにある3つの解除スイッチを全て押す必要があるわ。やれやれ、歯車だのスイッチだの次から次へと、フージャル谷のアジトの家だって飛び出すのなかったぜ。あれはあれでどうかと思うけど。そりゃあ近くの他人を襲った罪、通った罪のない旅人を襲うような野蛮な空賊のようにわざわざ近づく者好きはいないだろう。すごい、なんかシャーティーの顔が。かわいいシャーティー、めっちゃ怒ってる。あはは、その通りか、笑うんかい。感情どうなってるんかい。てかみんななんか苦い顔してんな。よし。よし、3つのスイッチを押しに行きましょう。なるほど、3つのスイッチね。じゃあ地下を、すぐ目の前にスイッチあるよ。これでしょ。あれ、なんかめんどくさいって言われにはすぐに簡単にボタン押せそうなとこあるけど、前回より楽なんじゃこれ。あ、宝箱。あ、天使の涙はいいですね。全員を気絶状態から復活させるんだね。で、ここにフニャ地蔵があるはずだけど。あ、蜜葉のヒールハーブもナイス。灯しみの号令をつけて。
て、あ、ふにゃ地図この真下にあるのか。よし、これで3分の1ぐらいなんか光が灯った感じするな。これで青のところは押せるようになったのね。下から、あ、でもあそこなんかジャンプできそうだし、よし、ちょっと行ってくるね。ここってジャンプできる？さすがにできない。戻ってくるようか。なるほど。だとすると、これか。うん、ここの足場ができたので。ちなみにこういうセキュリティはムサカの気まぐれでたまに変更されるの。それってかなり迷惑なんじゃ。まあセキュリティとしてはまあ健全だよね。定期的にパスワード変えるとかそういうことでしょ。で、今度は、あ、ここここここに灯火の号令。よし、これで赤いやつも動かせるようになったぞ。よし、で、本当はこの先に、あ、ふにゃ地蔵があるから行きたいんだけどな。で、今度は、赤、あ、なるほど、赤動かせるようになったからもうこれ動かしちゃえばいいんだ。うん、あ、ちょっとこれなんか連続で押しちゃうな。すいません。あー、でもフニャにはこっちから行けないのか。で、これでどうなった？多分下の足場が変わったんだろうね。あ、てかフニャ行けるじゃん。こっちからぐるっと、あ、こっちこっち、うん。よし、今回はなんだろうな。ん？何何？なんて言った今。ごめん、ちょっと聞いてなかった。ミルク界の常識を覆すまろやかな風味が最高の、何それ。わかんない。まろやかだもんね。とろりととろけるじゃないでしょう。類まれなクリーム。ま、これとかかな。これは軽やかだしな。いやでもなんかこれじゃないな多分。うん、やめとこう。多分材料が足りないな。結構お供えようとしたやつレアそうなやつだったし無駄にしたくねえな。じゃあ下に降りてってあいつらの相手をするか。へい、お前らかかってこい。ちょっとあの47レベルのやつちょっと強そうなんだけど。あ、またレア月明かりのウォーワックス。レア武器はありがたいけどこいつちょっと硬すぎない？いや、ちょっとあいつなんかボスより強いんだけど。よっしゃー、強かった。あ、この上乗れる？乗れない。頑張れ、あとちょっとだろ。どこか乗れるところがあるはずなんだけどな。え、ここも乗れないの？どこならできるの？てかこの下もしかして来る必要なかった？普通にここを動かせば向こう側渡れるようになるんじゃないの？うん、そうだよね。で、渡って、で、あった。おい、下降りる必要じゃねえじゃねえか。何のために俺あんな強いやつ倒したんだ。よし、2つ目のランプがこれで点灯と。よし、
あと一つ、とりあえずこういうギミックが用意されてるってことは絶対ここに降りるんだよ。で、他にできることって言ったら、まあこの青いボタンを押すとかかな。これで初めて多分意味を持つと思うからね。で、どうなる？わかんねえ。あれ？ここってもしかして落ちれる？ちょっとわかったかも。これ足場とかにできるんじゃないの？あのぐるぐる回るのが。え？だとすると、なんか足場ちゃんとなんかなった気がする。語彙力が全くないけど、足場がなんかちゃんとなった気がする。で、これでほら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 、なんか赤い足場も出てきた。あ、そういう、あ、これだよ、これこれこれ、これでいけるよ、ほら、ほい、よっしゃー、なるほどねー。ジャンプ、よし、あ、これで3つ目のボタンが押せる。やったー。なんか頭使うのやめてくれよ。普通に RPG やらせてくれよ。 OK、 全部ついた。うん、生産ラインに進めると、よし、やっとこの先に進める。あー、そろそろボスとかでもおかしくないけどな。お、ここが生産ラインよ。最後のメモリス。あ、そうだそうだ、メモリス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 。あ、これじゃない？ OK、 XH104 最後のムービーか。4個目のメモリスだね。ええ、これで探していたメモリスは全て見つけることができたわけですね。よし、じゃあ再生してみるわね。おお、みんな賞賛浴びてるな。我が社が世に送り出した商品は立て続けに大ヒット。ほう、でかっ。おかげで本日天高くそびえる我らが新社屋インテリジェンスビッグツリー完成の日を迎えた。頭悪そうな名前だな。今や社員数は31万5600。社員数が、我が社はもはや国家と呼べるレベルの存在にまで成長した。それはすごい。グランリーフが世界一の企業になる日もそう遠くない。その日までみんなで一緒に頑張っていこうじゃないか。この世界にグランリーフ以上の企業ってあるの？この言い方だと。すげー。ちょっとしつこいな、言い過ぎだな。あの頃は良かったね。小さな部屋から始まったグランリーフが国家に匹敵する規模の巨大なタワーを建設した日、社員たちの労働環境と生活環境の両面を高水準なものにしたいという宇坂が発案したものよ。初めてその話を聞いた時は無理だと思ったのに、宇坂はそれを本当に実現させてしまった。力があったんだね。当時の宇坂は誰に対しても笑顔を向けていたのに、あの笑顔もう見ることはできないのかしら。はあ、闇深い。で、あ、みんな倒れてんじゃん。一つお耳に入れておきたいことが、今は魔導融合炉のこと以外で脳細胞を使いたくない。些細な問題ならそちらで対応しておけ。ですが、どうやらこのグランファクトリーのセキュリティをかいくぐって内部に侵入した者が数名いるようでして。うるさい！
だったらさっさと始末しろ。僕にはそんなものに構ってる時間はないんだ。僕を誰だと思っている。変な髪型の人だろ。この国のトップにして魔導ユーゴールで世界を変える男、プレジデントムサカだぞ。なんか傲慢な人間になってしまったな。あ、お腹鳴った。目当てのメモリス4つは全て揃った。あとはこれをムサカに見せることができれば。あのね、実はもう一つムサカに見せたいメモリスがあるの。へえ。でも残ってるメモリスは4個だけじゃないの？ええ。それはあくまで会社で管理してるメモリスの話よ。その管理下に置かれていないメモリスに心当たりがあるの。この先にあるチーフエンジニアルームへ行きましょう。詳しいことはそこで説明するわ。この先。わ、わかりやすくセーブポイントとテレポートポイントがある。この先はボスなのかな？セーブと。ここは何もないのかな。まあ、ここがなんかボスと戦ってくださいって言わんばかりの部屋だな。よし。すげえ標高高いところにある。酸素大丈夫なのかな。薄そう。ここは私が仕事をするときに使っている部屋よ。立場上泊まり込みで作業することも多いの。と言ってもしばらく来てなかったんだけどね。ここに私のメモリスが。シャリアンのメモリス。そのメモリスには何が記録されてるの？そうね、私の人生の中で一番大きな出来事とだけ言っておこうかしら。ん？一番大きな。よし、これだけメモリスがあればムサカを正気に戻すことができるかもしれない。ムサカは間違いなく魔導ユーゴロのオペレーションルームにいるはず。上のフロアへ急ぎましょう。他にここでアイテムはなしと。ああ、オペレーションルームこっちか。よし。この先のエレベーターが魔導ユーゴロのフロアまで通じているわ。うわ、出た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 。セキュリティシステム。何？どうやら私たちを排除するつもりみたいね。あれ、なんかちっこい。強そうには見えないけど、ああちょっとでっかくなった。ブラックヘリウス2。2ってことは1は失敗したのかな。とりあえず外から魔法をぶつけてみて。あ、チャンス。あ、でもそんなに食らわないな。それ何？おうおお、外してしまった。うん。あの地下にいたやつの方が強かったな。今のところそんなに一撃重くねえな。なんかゴリ押しでも勝てそう。よっしゃー、お、食らった。よし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 。その斬撃飛ばすやつ何？ゾロかよ、斬撃飛ばすって。うん、距離を保ちながらしっかりと攻撃すれば勝てそうではあるよ。でも見た目かっこいいな。なんかドラケのキラーマシーンみたいなかっこよさを感じる。なんかあ。なんかあいつ一生懸命今エネルギー貯めてたのに後ろからドカンの一撃でやられた。かわいそうに。あ、本気？やっと本気か。猛攻に気をつけてって言われてもな。基本この
MP をみんな枯渇させないようにして魔法弾打ってれば勝てるんだよな。エネルギー弾打ってれば。あ、ちょっと、ちょっと確かに一撃重くなったよ。うわわ、あ、これは強い。ちょっと待って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 、ごめんなさい、舐めててごめんなさい。あ、やられた。復活させて、はい。なんか急に本気出してきたな。あ、ちょっと待って、ローランやられてる。これね、死んじゃうとね、経験値もらえないんですよ、多分倒した後の。 だからちゃんと蘇らせた状態で倒すと、あとちょい。よっしゃー、よし、これでみんなレベルアップ。お、なんか赤い箱落としたよ、宝箱。飛んだ邪魔が入ったな。なんか冷静に考えるとお前ら大概人間じゃねえな。ピンピンしてる。よし、気を取り直してムサカのところに向かいましょう。バーグルガン早技、へえ、ガンか。あ、俺が作ったやつの方が強い。なんかごめんなさい。あ、でも君のよりは強いんじゃないかな。あ、そうだね。よし、じゃあこの先か。お、ペッパーくん。まあこの、なんだろう、グランリーフの話自体がなんかアップル社を、うん、オマージュしてるみたいな話っぽいですけどね。なんか IT 大国だしね、まあアップル社もガレージからね、これだけの国家になったしみたいな、うん、なんかそんな感じがする。ペッパーくん、ピピピ、ここはテスティングフロアです。行き先を選択してください。魔導融合炉フロアでしょ。あ、ほら、いた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 、プレジデントムサカ。これ後ろから一発殴ってやりてえな。目を覚ませっつって。おーい、ちょっと、ムサカ、話を聞いて。フルムシ。まったく、誰かと思えば君たちが例の侵入者か。なるほどね、道理でこのグランファクトリーの強固なセキュリティをかいくぐってこれたわけだ。実はあんたにどうしても見せたいものがあってね。何？シャリア、メモリスを。どうすんの、見てくれんの、忙しそうだけど。あの頃を思い出して、ムサカ。はっ、って顔してた。このクリスタル電池がヒットすれば燃料業界に革命が起きる。これまでのモノリスだね。僕たちグランリーフが技術力でこの世界を変えるんだ。うん、いつか必ず僕のセンスに時代が追いつく時が来る。その日まで僕は絶対に諦めないぞ。みんなのおかげだよ。みんながいたからこそこの魔導ステッキを完成させることができたんだ。うん、グランリーフが世界一の企業になる日もそう遠くない。その日までみんなで一緒に頑張っていこうじゃないか。あの頃を思い出して。そしてシャリアのメモリスは、世界で一番の出来、人生で一番の出来事って言ってたけど、あの頃の僕はなぜ。思い出した、ムサカ、これが最後のメモリスよ。お願いだからあの頃のムサカに戻って、正気を取り戻して。